しい大会へ、すべての人にすべての力を、をメッセージとして、佐賀2024北スポ全勝スポが嬉野市で開催されます。スポーツはする、見る、支えるが合わさって大きな力となります。さあ、あなたもその一人になって、地域にスポーツの文化を開花させましょう。佐賀2024北スポ全勝スポ見どころナビ。2024年に嬉野市で行われる佐賀2024国スポ全勝スポの競技はレスリング、軟式野球、なぎなた、武術太極拳、スポーツチャンバラ、ボッチャ、電動車椅子サッカーの7つです。今回取り上げるのは佐賀2024国民スポーツ大会の正式競技レスリング。正式競技とは毎年開催される国内最大最高の都道府県対抗総合スポーツ大会である国民スポーツ大会の中で日本国民に広く浸透している競技です。レスリングは2人の選手がマットの上で組み合い、相手の両肩を同時にマットにつけるフォールを決めたり、ポイントにつながる技を繰り出すことで勝敗を競います。試合は3分間2ピリオド、合わせて6分間行われます。2ピリオドを合わせた得点の多い方が勝者となります。鳥栖工業高校レスリング部の島江コーチに教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レスリングには全身を自由に使って戦うフリースタイル、上半身だけで攻撃と防御を行うグレコローマンスタイルの2つがあると思います。それぞれ戦い方が違うと思います。それではフリースタイルでポイントにつながる技、そして反則行為などを交えた試合を見ていきます。審判にハンカチを見せた状態で、マットの中央に入ります。赤の選手のアタックによって青の選手が一歩外に出たので赤の選手に1点が入ります。赤の選手が青の選手の背中の方に回ったので2点が入ります。これは技ですよね。はい、赤の選手が、はい、青の選手を90度以上返したので、2点が入ります。これは仕切り直しということですね。そうですね、はい、はい、赤の選手攻めなさいというふうに審判が言ってます。はい、赤の選手が守っていたので、赤の選手に攻めなさいと、はい、1回目の注意が入ります。うん、やりました、アクション、攻めなさいと言われてるんですね。はい、ですね。ではどちらの選手に攻めなさいと、赤の選手に2回目の攻めなさいという注意が入ったので、これから30秒のアクティブタイムに入ります。はい、このアクティブタイム中に赤の選手が点数を取れなければ青の選手に1点が入ります。アクション、アクション、30秒間で赤の選手が点数を取れなかったので青の選手に1点が入りました。
赤の選手が青の選手の指を掴んで離さなかったので、赤の選手に1回目の注意が入ります。同じ反則を2回起こしてしまったので、赤の選手にコーション、青の選手に1点が入ります。青の選手が赤の選手の顔を押さえたので注意が1度目入ります。青の選手が1度目の注意の後も顔を触り続けたので青の選手にコーション、赤の選手に1点が入ります。青の選手が倒したので2点。これは体つかないように赤が耐えている。そうですね、今両肩が、はい、つかないように赤の選手が耐えています。青の選手が赤の選手の両肩をつけたので、これでフォールが成立して青の選手の勝ちになります。逆転したってことになるんですね、はい、最後握手をして相手のコーナーの方に行って一礼をしてマットを降ります。これで試合終了ということですね、はい。終わりに実演していただいた鳥栖工業高校の選手を紹介します。鳥栖工業65キロ級松原拓郎です。鳥栖工業60キログラム級伊藤海里です。国民スポーツ大会のレスリングは2024年10月6日から9日まで嬉野市中央体育館ユースポで行われます。頑張れ佐賀